いい肉の店行け。いい肉でウェルダンって言ってる。白いから手あげろ。ウェルダンが一番うまいという教育をします。いやでも実際その昔ね、彼女とかいるときに彼女とかと焼肉行ってもめっちゃおもろいんですよ。まだ赤い、まだ赤いで。向こうは常識として言ってるじゃないですか。でも僕は責められてると思って揉めて帰るんですよ。かっこいいと思って食ってると思われる。生肉うまいと思ってると思ってる。違うんですよ。分かってないんですよ。高い焼肉行くしかないな、もう楽しめるやつ。生でもいいよ。悲しいでしょ。僕だから焼肉行ったらすごい食べるの遅いんですよ。なんかもうプレックス。いや、でも確定で時間で分かるじゃないですか。こんだけ置いてたら、焦げてないまで僕らのとこは食えるんですけど、早めにもう普通の人で一番美味しいタイミングが僕は分からないですよ。分かんないですよ。そうだ、任せればいいんだね、人。最近は大人になって、それが言えるようにですよ、ね。初めて行く人だったら、色弱の意味も分からないし、それ焼いてもらうのも悪い。はい。はい。今のところ出てるのは、その色弱の話だけど。コントにしづらいっすね。いや、もうそのコントっていうのはやめていこうと思って。コントでもないですか。ここまで、はい、何回ですか、4回目って、はい、コントを作ってやってきたんですけど、はい、ちょっと作っても別にコント使うとこねえなって言ってになってきましてで、僕はその今劇団をやってるんで、はい、もともとその演劇の種になったらいいなと思ってから始めたんで。なるほど。だからいろいろテーマがあるんですよ、はい。その人のなんかこう無視がこういう感覚とかをいっぱい掘り下げていってネタとかに台本とかにしといたら後々お芝居した時に楽だなっていうので始めたんで。なるほど。今回はちょっとまあちょっとコント調ではあるけどちょっとお芝居軸に作ってみましょう。はい、お、はい、お芝居でその演劇っていうその劇団を作る時もいつもこういうふうに話し合っていろいろ言ってることを録音したりしてそのまま台本にするんですよ。へえ。今のみんながこう言ってるやつを全部入れてこう作っていく。まずその色弱と見た目が恥ずかしいみたいな人、あと無意識に歩いたりする無意識の行動が恥ずかしい、あとパチンコやってる時か、あと子供時代のコンプレックスっていうのがコンプレックスね、あとエピソード携帯の履歴とかね、本棚があるか、なんかとか履歴とかいいですね、ネタっぽいね、ちょっとね、あとそのテレビとか芸能人が映すときすげえ見ちゃう。あの本読んで、あとはこの人の本棚恥ずかしいとか逆に何が恥ずかしいの、その本棚。僕はあのなんか感覚ですけど賢そうな人たちってエアマスターみたいな、そのエロいっちゃエロいけどエロくないみたいな、でサブカル寄りの漫画とかあると、まあ、あるんですけど、それガタイがいい女性、ガタイが良くてちょっと量が多いんですけどエロいことで売ってないものなんですけど、でもちょっと性的ではあるんですよ。なんでその推理してるみたいな顔。そういうことね。僕はね、そんな目恥ずかしい。あのね、本棚が恥ずかしいね。インテリ系の人みたいな下がの本棚。あとすごい啓発本がいくらわかる。あとこの人自分のことでやってないじゃん。そうだね。血の明るさじゃない。じゃあ戻しましょう。はい。その出どころみたいなのがね、そうされるはず。なので、別にそれを一本だとしても面白くはないので、まあ、もともとその2人がとしてたコントは、はい、ライブ、はい、一緒の会社にいて、2人もちょっとオタクな、暗めの2人で、はい、でも音楽好きなんだって仲良くなって、で、音楽のライブに僕の知り合いがあるんです。めっちゃいいのがあるから、連れてってよって言って、連れてかれてって言ったら、めちゃくちゃおしゃれな会社。いいねけみたいな持ってるやつ、うわみたいな仲良くなってて、この人と仲いいな、みんな俺についてたらみたいな。でも俺こうライブはまだ見たことないから、ライブ行ってまあもうみたいな、俺の俺恥ずかしくてできないんだよね。始まったら環境がよくわかんないもん。ノリノリでゴリゴリに動く。ああなるほど。これで引いちゃう。はいはいはい。あ、面白そう。でも逆にこう周りを見渡してみたら、みんな乗ってるから、俺の方が恥ずかしいみたいな感じになるっていう。はい。
じゃあオフラインで。オフラインで。ないない。不安やったらまだできたのに。あ、それも気持ち分かりますね、でもね。ありますね、あのライブとか。なんではしゃぎきらんのでしょうね。でなんかそういうつもりでさ、一緒にそういうやつだろう、似たタイプだよねと思って言ったやつが急にゴリゴリに乗るときあったやつ、ね、なんか置いてかれた、いやずるいぞこいつみたいな嘘だろ、そのワンテンポ遅れたがためにこっからはちょっともう乗れねえな。なるほどね。なんか自分は乗る側であるか乗らない側であるかをなんかあるじゃないですか、その音流れる瞬間のどっち、それ一回乗り遅れるとこっちでいなきゃいけない、乗らない方がいいんじゃない。ユーザーの話を聞きましょう。どう言ってんの、お返しします。提案したかのよ。皆さんもそうならば問題はない。確認してくれたんですね。とりあえず確認してくれた。次なんて言ってますか。一旦もったいねえよ。お返しします。別々やっても面白くない、はい、混ぜたいんですよ、はいはいはい、例えばその演劇やるときだったらもうどれだけそれをこうまっすぐに伝えないかっていうのを作るわけですから、テーマがもうどれだけ言ったら恥ずかしいじゃないですか。このテーマは羞恥心です。恥ずかしいってセリフばっかですから面白くない、はいはいはい、それをこう外側から作っていって、なるほど、どういうふうに伝えてるか、おーおーだからどのシーンから始めたら面白いか、おーなるほど。例えば分かんないけどなんかパチンコの方でしてるシーンから始まる、なるほど。あ、パチン、僕そのあとちょっと出てるんですか、うん、パチンコのその色弱あるあるかな、何これ始まるのすげえ。じゃあ例えば今ここパチンコやってるシーンから始まる、はい、でやってみる、やってみる、そのいつも顔で組むよね。分かんないけどこれを何秒も見せるの、はい、お客さんは何だろうとか言ってる、はい、後ろを表情で一気に考える、肘見せながら、あ、やりたくない。肘めっちゃ隠しながらこう後ろ歩いてる。で、ある程度したら、僕友達としてもいいですか。いや、もう何もない。友達とは関係性のない状態から色のこと言ってる。あ、じゃあ一回。で、ほんまにあるやつやっていいですか。あとです。あ、今やってみる。じゃあ、じゃあ、いや、じゃあ順番としてこれパチンコやってる。じゃあ。歩き切ったらじゃあ喋らない。わあすごい。熱そう。わあすごいすごい。これでもあれ黄色か。緑か。金や。金保留。金ですか。え、金当たるんじゃん。うわ外してる。これあるんですか。どういうことですか。じゃあパチンコやったことないよ。パチンコの白とか青とか黄色、緑で黄色がもう絶対ほぼ当たるみたいなんですけど、僕黄色と緑と黄色わかんないですよ。だから今暑いから僕わかんないです。めっちゃ笑ってるな。めっちゃ笑ってたわ。でもそれは恥ずかしい。恥ずかしいです。だって当たると思ってたから。今の逆でしたけど、ね、誰に対して恥ずかしい。誰に対して恥ずかしい。だってバレないじゃん。さっき自分の中で思ってます。だから自分が恥ずかしいです。恥ずかしさとは誰から出るもんじゃなくて自分の内側からバレるから。だとしたらいいこと言ったら乗ってるやん。何を恥ずかしい言うてんねんから。どうしたら面白いかな。だとしたら今のところで僕の場合友達で話しかけない方が面白いんじゃない。ブツブツ言ってるだけでそれも何か聞こえてない状態。金色ちゃう、黄色ちゃう、あれ黄色か、よくわかんない。そうか、だからそもそもあるあるじゃないですか。みんなからしたらわかんないですよ。金色と黄色が一緒っていうのもわかんないですか。あれ一緒ですよ。違うよ。違いますよ。違う。あの光沢がある黄色が金色。ないのが黄色。はい。じゃあだからこれを言うよりはそれをずっとここでお客さんに言っててみたいな。パチンコですよ。パチンコでエースあるじゃないですか。一緒ですよ。色弱歌っていうの言わなくて。そうか、僕色弱なんですけど、パチンコで売ってるじゃないですか。
あ、色弱だって言ったら意味わかんないから、確かに色がちょっと判別よくわかんないです、うん、似てる色があるんですけど、うん、でパチンコ売ってるじゃん、で、まあ、青やったらちょっと暑いとか、金色は確定やったんですよ、金色と黄色一緒なんですよ、わかんないですよ、色熱く語る、うん、あ、なるほど、はい、で、なんで大谷君はどうしたの、ね、エロ動画そうですね、さっき出てきたやつで言うとそうですけど、欲望まみれすぎません、そうやって言うとおかん、金もせえよね、金もせえよ、とんでもねえやろやエロ、でもそれ同郷ですもんね、急に音が出ちゃう、なんか拾ってどうしたらいいか、あと僕は自販機に1000円入れて決まってそのまま帰ってこる、あー分かる、でな、誰、どう言っていいの、ガチャガチャで分かります、クレームとかが言えない、言えないです、自分恥ずかしい、自分が悪いわけじゃないのに、分かります、それでパスも東大線電車乗ってパスも落ちてて、はい、届けようとした席に落ちてたから拾って、その駅の、その駅員みたいな人にその言おうとしたんだけど恥ずかしくてパクりました、結果パクっちゃった、パクったけど名前書いてある記名のパスも足がつくんですよ、もう捨てましたもうエルコミに対しました、嘘つけんね、泥棒の話だ、めちゃくちゃ遅いよ、もう笑えない嘘つけました、本当に届けようとして取ったんですけど改札の時渡すのが恥ずかしくて、まあ、とりあえずでもなんかそのエロ動画見ちゃうの出したいずっとここに立ってて、あ、上に、あの上に、パスも採用されなかった、まだ犯罪が明るくなった、パスも入れよう、小さな犯罪が JR が公開されればやっただけです、いや結局ここでさ、はい、最初から言って吐けるじゃん、はい、携帯見たときにそっちからさ、あーって言って、はい、はい、いいことですか、もう袖から、うん、そこから、はい、見えてていいから、はい、そしたら二人バーってこっち見て、あーあーって、いや、なんで早いんだ、いいなと思ったら早いちゃいました、ちょっと何が今面白いのかよくわかんないけど、はい、だからそこから最初から行っていい、どういう場所なんですか、立ち向かいの高台なんですか、ね、ここはもう台乗ってます、抽象的な場所だから、正しいって何だか分かんないですよ、はいはいはい、喋るの僕だけ作り方だからなんかこういう風に混ぜるとちょっと面白いので、そのピカソの絵とかみたいないろんな角度からの絵が混ざってるわけで、はいはい、あまり知られてないですけど、色弱っていうのがあるんですよ、色が分かりづらい人っていうのがいるんですよ、みんなが同じものを見えてるっていうのは実は間違いで、人によっては明るく見えてたり暗く見えてたりっていうのがあって、僕は色弱なんです、色が分かりづらいんですよね、で、まあ分かりやすい僕のあれで言うと、焼肉で焼けてるのか赤いのかがまだ分からなかったり、信号僕赤と青じゃなくて、あれ青じゃなくて白に見えてるんですよ、で赤と赤じゃないやつで覚えてて、で子供の時にあれ青じゃなくて本当は緑やんなって友達が言って、白は青で緑ってパニックになったりするんですけど、パチンコとか打つじゃないですか大人だってね、最近で言ったらあれあの青保留、赤保留、金色保留とか、あと黄色保留とかって、で黄色って 20% ぐらいです、黄色確定なんです、でも僕黄色と金色が分かんないですよ、全然分かんないですよ、光沢ある黄色が金色なんですよね、ああ遅っ。
ちょっとあの喋り終え自分の語りに寄っちゃってる。ルールがよく。喋ったら仕事今仕事終わりのかもしれない。あ、面白かったなでも今ね。これ出したの。いや間違ってた。あ、いや見てましたけど。あれ違った。もうあそこで。まあでも全然開いたから。あ、なるほど。ただこっちで喋ってる途中で、すいません、あーったら、あ、ごめんなさい、なんか喋ってる途中でもう見ちゃうじゃん、見てない、あそこ怖いんじゃない、なんかこのぶつかって喋り出すっていうのは、あー、はい、それだけで、ね、ネジ式みたいな感じ釣りをしちゃう絡んでいく、絡んでいくやつない、そのまま絡んでっていいんじゃない、あー、喋りのここにパチンコに噛んでるんですよ、確かにエピソードがパチンコの話リンクで入ったら一緒に振り向いたら全部リンクします。でまあ、こいつ何やこいつ何やって結局なんで結局抽象的やったら関係してますもんね。じゃ現実の人やおるやんパチンコ台に乗ったやつしかも結構うるさいだろうねパチンコ台うるさいだろうぐらい結構ボリューム恥ずかしいっつってじゃあこっち降りてパスをぶつけようかしら。こっちの方が入れてくれた。パスをぶつけて恥ずかしいって。まあ、パチンコ屋のあのカードですよね。うん、じゃあそこで降りてパスをぶつけたら。なんか言えてるんですか。それで次のなんか話こっち行っててこう。ちょっと分かってここからちょっと自由にやってみようか。どういう風に入っていくといいかな。パチンコやめてもいい。分かりました。ここ今の続きだ。はい、続く。なんかパスモってあるじゃないですか。でもあれ便利ですけど、ね、お金切符で買わなくていい。まあ、携帯できるんですよ。だからパスも使ってる人って一番何もできない人でもないし一番できる人でもないパスじゃないどんどん増えてからパスも使ってる人っていうのは便利なことは分かってるけど携帯とかとリンクさせるほどの知性はないんですよ。だからすごくね、だから切符買ってる人はなんかこだわりがあるように見えるんですよ。かといって一番便利なことができるっていうわけでもないっていうこの事実、うん、自分が一番最先端でもない、しかも物理的に落としてしまったりするわけですから、それ自体がもうあんまり良くはないと思うんですよね。黄色か黄色か。全然。本だ、本だ。ああ。なんですよね。いやで、僕ね、パチンコで買った。パチンコ。パチンコ打つじゃないですか。あの最近の皆さん知ってます？ちょっと待って、語り多いな。そういうことじゃないですか。役割そういうことじゃないですか。いやもう途中、今の まででいいんじゃない。こっからちょっと久保田君どう動くかちょっと本体、本体ちょっこっからじゃあ急にパチンコやめこう友達みたいになったら面白いかな。なってみます。久保田君も家に急に変えてみるから、こう。負けた結局。え、結構熱かったんじゃない？いや、分からん。打ったことない。あ、初めて打ったない。え？なんか酸っぱくない？ちょっと鼻詰まってて全然分からんけど。臭い。いや、分からんけど。匂いも分からん。いや、あんまり五感がない。あれ5ないの？大体ないです。何とか言ってるからね。チンコ言ってたからね。あ、タバコの匂いとかついちゃった。匂いはないよ。タバコじゃない。酸っぱ匂い。酸っぱ？タバコ屋で酸っぱくなることある？タバコ屋じゃねえや。なんか料理とかしてそれが匂いついてるとか。料理してないから。自炊してない。頭痛い。頭痛い。いや、それ臭いから。そんな臭くない。いや、でも臭いけど綺麗にしてていいで。ねえ、うん、臭いっつってんじゃん。いや、分からんけど、二人言ってんのって臭いんじゃん。い
よ、臭くなるんですよ。僕は分からんけど。いや、別に何も置いてないしね、なんか腐るようなものとか。だとしたら余計怖いけどね。仰ぐなよ。遠藤周作で仰ぐなよ。あ、でもなんか本とか結構あるね。いや、まあイメージはね、いえいえ、まあ本勉強熱心、まあ本好きだから。遠藤周作って面白い。まあまあなんかぽいぽいぽい、らしさがすごい。じゃあ本棚みんなが見ようとするから持ち歩いて見れようか。ああとかね、まあまあまあ今、まあ、恥ずかしい、まあいい、なんかテレビとか、いや見たことない本ばっかりや。いやいい、高そうよね。いい。あ、あれ、チーズはそこにあったってやつ、なんか昔聞いたことあるけど、あ、それ読んでみたい。ないよ、そんな。いや、あったよ。ないよ。え、結局どういう話なの？いや、なんかもう、なんかもう、なんかチーズの話。そういうことじゃない。別にエロ本、エロ本ってわけじゃないやろ。ちょっとなんかトイレ行ってこない。トイレ。神ないんか。匂いなくなった。お前。あ、分かる。なんかさっきよりちょっとクリアな感じ。それも。ああ、好きした。好きした。ちょっと窓開けた。いやいや。寒い。いや。そんなの、そんな人いないよ。え、本ってあれ全部伸びちゃうよ。ちゃんと本屋さんとかで、アマゾン売る本？いや、まあアマゾンとかで買うのもある。ない。アマゾンとかで買うのもある。僕らの知ってるアマゾン。俺か？いや。俺か？酸っぱいの。はっきり言ってくれたらいいのに。え、普段でも会社とかで感じる。外の外気はそんな。外気を。いや、おしゃべりだ。口に変えましょう。そうなってる。意味わかんない。臭い話で、ね、これコンプレックスで臭いって言いました。前から。でもやっぱ臭いって相当嫌やから、ね、言われます。それは部屋、自分の部屋見られること全体的に恥ずかしいっていう。ああ、まあまあそうですね。匂いも恥ずかしい。匂い恥ずかしいですもんね。お前ちなんとかなんとか匂いするよなみたいな。実家の匂いですか。言うじゃん。恥ずかしいですね。つけつけとね。お前ちの結構臭くねとかね。てかお香炊いてんだお前。うわ。お香炊いてんのか。これ面白かったけど、じゃあこれ持ちながら逃げる。いいですね。そうですね。見せてよ。いいね、いい。いや、よく見たら本棚自体もかっこいい。いや、全然全然もうおしゃれな。いい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 、もういいいい、もうそれどこでいいいい、あー飲んで飲んでどういう状態。お前本棚でしょ。いや、本じゃない。もういいよ、それ言っちゃおう。恥ずかしい。あー、痛い。痛いよ。ただでさえ薄いところ守ってくれへんところ。あんまいらない、いただかない、おじさん、あんなシンプルなコツ聞けないよ。スリー入ったぐらいのコツ。死んじゃう。恐れになりました。危ないですよ、頭は危ない。ぶつけて、いたたたたつって恥ずかしいな、お前。多分あんまり覚えてないと思うけど、今のとこまで流れでいくじゃん。あ、全体を。最初から行くところ。全然間違ってもいいから。全然変えてない。おおむね一緒で。ただし、あの語りだけちょっと短くしてくるから。はい。この辺の時どうしようかな。邪魔かんたい。パスモの話してて、パスモ拾うんですね。はい。
ます。はい、用意スタート。ちょっと分かんない人の方が多いと思うんですけど、まあ、色弱なんですよね、僕ね。色弱、色が分かりづらいんですよ。なんか、まあ、いろんな人いて、目ってみんな同じもん見えてると思ってると思うんですけど、そうでもなくて。じゃあストップ、ストップ。ちょっと変な顔してます。普通に顔を作ってる。変な顔してる。変な顔してないよ。してないよ。自然にいてくださいよ。あ、そう。自然にいてください。あ、どうや。リットル。自然。腰入れてますもん。こいつ、そう、こいつが合わせる方がいいや。違う。こっちはそう、無意識の感じ出してたから。無意識で意外と。もっともう力抜かないと。無理やみたいな。誰を気にしてるの。どう思われる。無意識や。無意識や。手使わずに。まあ、ちょっと一人で G 行為をしているっていうイメージで言ってる。顔だけ。おー、面白い。あ、いいじゃん。それで一緒に。意味があればいい。じゃあ、何でしょう、途中から言う。色が分かりづらいんですよ。みんな見えてるもんが同じやと思うじゃないですか。そうではなくて、まあ、クラス40人いたら2人ぐらい男の人に色弱なんですよね。まあ、分かりやすく言うと、焼肉焼いてまだ赤いのに食べちゃうとか、子供の頃やったら赤と青じゃないですか、信号。青やのに僕あれ白に見えてるんですよ。でもみんなはあれは緑やんなって言ってて、青は白で緑で全然分かんないんですよね。だから全然色っていうことに対してちょっと僕ほんまによく分からないっていうか、こう交流パチンコって黄色の保留って言ったら大体 20% ぐらいだったんですよ。で、黄色やったらほぼ当たるんですけど、これ黄色かな、黄色かな、ちょっとよくわからない。あ、外れたから黄色か。キラキラしてる黄色か。ちゃうわ、俺パチンコ売ってたから。あ、タバコの匂いとかついちゃう。酸っぱく、パチンコ売って酸っぱくちょっとだけ、ちょっとだけ酸っぱいの、なんとなく。
部屋全体がっていう。なんかキムチかなんか食べたでしょ昨日。食べてない。ね。なんなんそれ。キムチ鍋？いやキムチ鍋してないよ。してなくて。もう何年もしてない。ちょっとだけ歩いていい、この辺。いや歩いていい。あんま匂い分からんかった。違う。いや僕分からんね、匂いとか。だからでもみんなそういうやつはそうなの。みんなそういう。ちょっと今日何する。いや青くいやでもさ初めてここ来た。初めて初めて。もう終作家ってさこんな本番にやって思わなかった。いや、ないないない、全然ないないない、ないない。あんまりその、そういうイメージなかったからさ、うん、本読んでるとかって。ああ、一番でかいやつ。ああ、でかいだ、でかいだけの本だから。サイズで選んだ。いや、サイズで選んだ。サイズで選ぶわけないじゃん。え、じゃあ、だからどういう話。いや、もうなんか、いろいろ、紆余曲折。え、ミステリーとか。いや、まあ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 。まあまあまあ、じゃあ、ミステリーっちゃミステリーです。本結構持ってんな。いや、ない、ないない、全然。いや、なんか漫画とかが全然ないよ。あー、漫画ね。漫画ね。あっちゃうけど。東野圭吾。あー。久坂幸太郎。あっし。宗教のあの人のやつ。これ、いや、まあまあまあ、まあ。なんか、それそれで。いや、いろいろなんか。なんかさ、僕、尾崎豊好きで影響を受けたすごい哲学者がいて、それが吉本龍明っていう。それも今。あー、共同幻想論すごい。本が酸っぱいんかな。いや本は酸っぱくない。本が酸っぱいってある。いい感じ。いい。あ、てかさ、本棚自体かっこよくない。いや本棚は全然かっこよくないけど。だって普通カラーボックスとかじゃないもん。カラーボックスみたいなもんだから。うまい。おしゃれ。いい。量見たらちょっと気持ち。いい気使ってないから。気使ってない。いや、そう、おすすめの本、何かなと思っただけで。一番好きな、ね、作者とか影響を受けた人、誰なの。いやー、恥ずかしい。なんでなんでなんで。恥ずかしい。行きたい。大丈夫。大丈夫。なんで。腰入った。入って。かわいらしいな。絶対テイストが急に変わっちゃうんです。いや、いいんじゃないですか。逆のがいいんじゃないですか。逆の方がいいです。あの匂いは最初に言わずに最初本棚に知って、はい、恥ずかしがってたら本棚にも匂いじゃねってなってくる。あそうです。普通の話ですね。その部屋に来て最初には視覚として感じて匂いが後に気づく方が、やっぱ魂臭がすごくなんか、まあ、この劇団出てくれたんですけど、俺ちょっと慣れてますよ、感覚者の人もしてる。ちょっと引っ張ってくれてしてる。確かに。ありがとうね。ありがとうね、引っ張ってくれて。恥ずかしい。さりげなく、俺はこういう本も知ってますよ、みたいな言ってるの面白い。それは全部説明で入れてたな。どういう本があるかを続いて。途中までめっちゃ面白い。始めた時にこうやって動きながら客席に向かって「本棚だ」とか「人に見られるの恥ずかしいじゃないですか」って言って回ろう。言って回る。降りて降りて。で「はい、本棚見られるやつ知った方がいいですよ」って言ってたらもうこっちで「臭い」って始まる。ああ分かりました。じゃあその状況が変わってる。後で流れ消えるんですね。この部屋じゃになったとこからやって。はい。いやめっちゃいい部屋。いや全然全然全然。もうそんな普通。おしゃれ。おしゃれとかそんな感じとかする。いや家具とかちゃんと揃えてんのすごいです。意外。いやいや。カラーボックスの色全然バラバラとかやから、かっこいいな。適当に。カラーボックスね、まあ。合わせるな。でも何する？いろいろあるよな。スイッチとかも。いやまあいい。結構本とかあるよね。
いや、ないない、全然ない、ない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 よ。え、遠藤なんていうの、遠藤周作、周作面白い。いや、もう、もう、多分面白いみたいな。有名な人、有名、有名、有名。そうや、ほんと。まあまあ、いいじゃん。これ、独特な本棚、すごいね。いや、本棚、普通、本棚、確かに。だって、いたって普通、もう、いたって。結構、量産型の本棚。でも、なんか、ニトリとかだったら、いや、ニトリ、もう、ニトリじゃないけど、ニトリみたいなもんだから。フランフラン。ああ、みたいなもん、みたいなもん。フランフランみたいだったら高いけど。いや、全然もう、安いフランフラン。いい取ったことないから、わかんない。わかんない、わかんない。いい、いい、いい。あ、ほんまや。いい、こっちが。あ、もう、あ、でも、こう、こう、こうなるから。そういうのもできる。いや、いい、違う違う違う。え、これで吉本？いや、いい、いい、うわー恥ずかしい恥ずかしいから。え、いや、普通に。あ、痛い。ボールペン落ちちゃったよ。ボールペン落ちちゃったよ。別にちょっといい、いいから、いいから、いいから、もういいから、いいから。どんな呼んでんのかな。いい、いい、いい。いや、本棚とかね、やれるのって恥ずかしくないですか。ね、すごい嫌なんですけど、僕人に本棚見られるの。なんか、あれ、すごい自分の内側を見られてるような気がして、すごい嫌なんです。はい、あ、本棚。ちょっと、ちょっと、そう。キムチ風呂入ったの。キムチ風呂ってあんの？ないない。もう痛いぜ。痛いぜ。換気扇もあるじゃん。換気扇もあるじゃん。これ。何やろ。タバコって吸える？吸っていいけど。今度誕生日やろ。なんか好きな。香水とかあればとか、ここ3人でね、パチンコ大丈夫、あれで全然投げたら、もう大丈夫だから、ちょっと待って、あっち大丈夫、大丈夫、いや一人あっち行くの大丈夫だよ、あ、いいもうこれでいい、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 そういうことでもない、と思う。どういうこと？いや、ほんまに、ほんまに、ほんまに、それはそうかと思ってたけど。そういうことでもない。ない。どういうこと？ちょっと見せてください。記事だし。どういうこと？そういうことでもない。そうそう。だから、逆に言いやすいことってない。いや、言いやすいことってない。そう、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 どういう…ひしみようとしてんじゃん、そんな胸見てるぞ、ひしみよう、違うの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 、ごめんごめん、あ、違うの、ちょっとひじだけダメなの、ひじと本棚だな、ひじと本棚だけダメなの、匂いがちょっとこの辺あれかなというのが話があって、で、大衆かもしれんと思ってごめんし、香水とか言って、で、さっき僕が書いてたら違ったから、あれってなって、デビはただちょっと確認しようかなっただけ、ひじ見落としてる、そうそう、で、そう、本人からのあれやったんかなと思って、あ、大衆の話、うん、あ、だったらいいけど、別にこういう嫌だって言ってる最中に、いや、私、僕に座り出して、あの、携帯見て、ちょっと一人でしようとしようで、怒ろうか、人が嫌だっていや、そう、だから、匂いかなって思って、あ、匂いの、おデビはそれを確認しようとしてたって、あ、あ、そっちやったらいいけど、怖いな、いや、いいよ、いい、匂い嗅ぐだけだ、ほんまに、ほんまに大丈夫、ほんまに違った、
いや、こっちの脇ではあったけど、全然右左ちょっと。しころとしてんじゃん。ちょっと人の部屋でしころとしてちょっといいじゃん。いい、じゃなんで、なんでなんで今何もしちゃったんですか。そやに言う、あの、肘が金玉みたいだと。いや、もむちゃった。肘も見える。匂いはいいけど、肘のことだけ言うなよ。別に普通やろ。いや、肘で、やけどとか。いや、やけどしてない。やけどしてないけど。野球とかやってるんですか。いや、野球なんか、野球やってないだろうと思って。肘見ようとしてんじゃん、また。そういうの言うよ、もうやだーっつって。肘見られない。肘いやで、なんだあいつ。化け物みたいな感じ。なんだあいつ。俺、すごいって。あいつがやってました。で、担当になって。どこ行ったの。で、肘押さえたまま戻ってくるから。また、じゃあ、あっちが、この、もともと出てくる方から、肘を押さえて出てきて、って終わりにしました。あいつ私の語りなしでもうあの携帯に出してあーって肩ぶつかってでみんなで振り向いて終わり。携帯なしであああなんで俺メインこいつ主役やってるこいつ話しちゃってる俺最後っていう感じしましょう。ちょっと面白い何のメッセージがあったかよく分かる何を伝えたいのかこうやって作ってるわけですもんね普段。すごいすごいっすね。これが話になるってこと最初に。じゃあ僕じゃあ照明やりましょう。あ、これ今からやってみます楽しいですね。大谷さんの時に分かる。田中が本の知識に出してる時、どうしても毎回笑いそうなってもらう。じゃあ、吉本有名。吉本バナナのお父さんちゃんも言おうかな。全然順番変になってもいいんで。聞けなかしがすごい。ですよね。そういうやつ。位置についたら何回ハラスメント安定します。はい、大丈夫ですか。はい、あの顔して。はい、じゃあ安定します。じゃあ面でしたらスタートで。分かりづらいかもしれないんですけど、僕色弱なんですよね。色弱、あの色が分かりづらいです。みんな同じものが見えてるって思うじゃないですか。そうじゃなくて、色の明るさとかこの色とこの色が分かりづらい、みんな実はあって、男性の40人に2人が色弱なんですって。で、僕はまあそうなんですけど、まあ、分かりやすく言うと焼肉焼いて赤いのに食べちゃったりとか、子供の頃やったら信号は赤と青じゃなくて赤と白に僕は見えてる。で、僕は白は青って思ってるんですけど、友達があれ青じゃなくて本当は緑やんなっつって、僕白は青で緑やっていうのでね、結構パニックになるっていうか、まあ色弱なんですよね。パチンコって保留の色があって、これ青やったら 10%、 黄色やったら 20% で熱いみたいな。金色やったら大体ね大当たり確定なんですよ。でこれ黄色かな。昨日の動画出ちゃった。昨日の動画出ちゃった。ああ外れた。金色か。まあ、金色が金色。なんかパスモってあるじゃないですか。パスモ、まあ、イコカとか、なんかそういう IC カード交通系の、
あれって何なんかなと思うんですよね。いやだってもう今携帯のお財布、携帯でまだ同じ機能できるじゃないですか。わざわざカードして落とす確率上げちゃってて、で切符買う人はこだわりがあると思うんですよ。なんかね、今でも切符で行きたいっていうね。いや何なんでしょうね、 IC 使っててどうなんかなって思うんですよね。めっちゃいい部屋やね。いやいや全然普通よ。普通、いやおしゃれ、安いしね、やつも。いや初めて来た。いやそうだよね。あ、そっかそっか。そう、いや結構ね付き合い長いけど、いやこんなイメージじゃなかったから。あ、そう、へえ。そうだよな。いやまあね、一応ね片付けるようにねしてる。いやそういうこと。パチンコ買った？負けた。ちょっと金保留やって LINE したけど、うん、黄色やった。台によって分かりづらいな。打ったことない。初めて打ったの。ほんまおしゃれ。いやいや、おしゃれとかじゃないけどね、全然普通だけどね。え、これ本棚？ああ、本棚。あ、机じゃなくて。ああ、そうなんや。まあまあ、すごい。いや、全然全然全然。家具とかよう見たら、ちゃんと統一感って。いやいや、ないないない。ほんまやな。適当に買ってるだけだから。いやいや、適当に買ってるだけだから。意外やな。いい、そんな、あんま、え、あんま見なくていい。なんか、見やねえやってるから。いやね、一番興味ある。いやね。時間帯。うん、一番興味ある。絵本好きなの？いや、全然全然。そんな話したことない。いや、あんま分かんないけど。はい、そんな。え、遠藤？え、遠藤修さん。どういうやつ？あ、これ？いや、なんか、すごい。すごい男が。なんか、まあ、男が出てきてなんかするだけだ。大体出てくる。いやいや、出てこないやつもある。ミステリー、あ、まあまあ、ミステリーっちゃミステリーだし。漫画とか、いやいやいや、あるあるある。探せばデスノート、探せばみたいな。デスノートね、満喫じゃないんだから。満喫じゃないんだから。え、ていうかこれ本棚自体さ、いやいや、全然、やつじゃない。なんか、いや、全然全然。緑とか、いや、いったいったいった、いや、いい、いい、いいって、いいって。吉本有名じゃん。吉本バナナのお父さん。結構古いね。高いねん、これ。あ、高いんや。3000とか4000とか。あ、そういうの集めてんの。そのなんか、なんかそっちの角度から見ようとしろ。そっちの角度。宗教の偉い人のやつや。いや、そういうのもある。そうなんだ。あ、そういう感じ。そうなんだ。全然いい、全然いい。いや、違う違う、勉強のために。いや、いいっす。いやー、恥ずかしい。恥ずかしいよ。皆さん。そう思いませんか。本棚を人に見せる子に。すごい恥ずかしいことだと思うの。脳みそのなんかすごい見られるみたいで、もう嫌なんですよね。やっぱ思ってんの。見られたくないんだよ。自分かと思ってます。あんまり人が来たら、自分だけ上がって、いや、防いでください。光やけど窓開けてる部屋。開けれるけど。風強いとかない。まあちょっと開けて開けて結構強い。開けて開けていいや。結構強い。開けよう開けよう。もういい。開けたらいい。開けたらいい。あ、じゃあごめん。いや開けたらいい。ここにちだから。ここだけ。ちょっとだけ開けて。いやいいいい。なんで？寒くない？今。ではそのコート着たり。今日大寒だよ。小読み上で。いや小読み上っていうかもう実際寒いし。あのさ、これキッチン、キッチンのこれ換気扇って、そんなさ、羽織るぐらい。これ押したら換気扇回る。あ、回るけど。何で？じゃあ、こういうのも気になるんですよ。人の家来たらキッチンとか。一回遠く行ける？旅行行きたいってこと？違う。今。せーなー。こっから、くせーの？こっからあっこまでって何歩分ぐらいやろ？あ、部屋で行くと。いや、まあ、4歩ぐらい。大股で行って、いや大股だったらもう飛び越えちゃうから。大股だったら飛び越えちゃうから。実際は久保田君の大股見たことないから見てみて。やってはよ。なんで大股やんなきゃいけない。あっち行けって。俺ん家だよね。ここ俺ん家だよ。なんか問題があったら言って。大股で。いや大股で行くよ。じゃあ大股。ああ、なんで脇に寄ったの。脇の上に。そこ集結、人が集結するとこだ。糸間が袋ない。は？
違う。え、脇に合うね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。脇が臭いと。ああ、違うんだったら。いや、いい、いい、いい。肘見落としてんじゃん。え、そんな。肘見よう。どういう意味？ちょっと肘だけやってよ。あ、ごめん、俺肘だけダメなんだって。肘だけ、どういう意味？ごめん、僕らちょっと部屋がなんか匂いがするなと思って、体臭とかちょっとあれなんかなと思ってしまってて、でも今確認したら違って、でそれをうん、確認しようと思っただけで、その肘がどうそうない。だからこう臭くなかったら、うん、そう俺らが申し訳ない。ごめんね。いや多分俺は臭くないと思うよ別に。ほんまに？うん。あんま言われたことないし。いや肘見落としてんじゃん。肘っていうかその直接。みんなで肘見ようとしてたのか。いや、どういう肘見ようとは。そう直接かがんと脱いで一回。いやいや脱がない。一回にシャツなのか。ちゃんと匂い嗅がへんとわからへん。いや、ひとがまた肘。どいつもどいつも肘見ようとしやがって。何してんねん。ちょっと待ってよ、おい。よく考えたら。なんか肘とこやろうとしてると思ったらおいあれ肩なんか目の片隅でいいしころとすんだよ目の片隅で目の片隅でしころとそれは君のことだよ分からんけどそれうわ肘って肘だよといつもいつもほらあの形結構面白かったね。でもただもう序盤からずっと笑いすぎだけどそら笑っちゃうんですよね素人なんでこう始まっちゃうんですね人が演技してるとかもう斜めから見てるからそういうので笑ってるでしょ正しいは滑稽でしょうがない一生懸命ね喋って一生懸命喋ってそれも足したでしょさっき見てた動画さっき見てたみんなのおやつみたいな面白かったじゃあ座りましょうか、はいはい、よかったよかったできましたねすごいあそうです勉強になりましたこういう作り方があるんですねちょっと思っても見ないいやでもやっぱこう芸人だからこうさらに面白いしやっぱりなんか適当なこと言うし芝居漫才の作り方だと多分恥ずかしいことってありますよねみたいなもうテーマ出しちゃってみたいな一番まあ下品な作り方なんですよね多分こう恥ずかしいこと祭り歩いててこういうのがありますよねあれ恥ずかしいですねみたいな恥ずかしいをテーマに多分喋り出すじゃないですか、うんうん、そこを出さずに側から作るっていうどれだけ遠くから行ってお客さんの想像の中でそれを一体化させていくかっていう手法を取らないとだから急にお前の部屋って言ってる正しいのセリフは本当にいらないなせやしコントの言い方やったお前の部屋遠回りしてるかな確かにコントそうですね名店したらお前の部屋綺麗だな芸人だとだから言ったら東京033とやっぱ芝居に近いから結構助走があるじゃん何のシーンなんだろうこういうのとかやっぱ入るただの日常会話から始まってすぐ直接的なこの場所はこうで役柄はこうって言わないで、うんすぐ言っちゃうもんな言っちゃうむしろ言うように教えられてみたいなね駅前で待ち合わせしてるけど全然来ねえな景品やな景品で景品バーってなんか出てきて変なやつ来たそう教わってますからねお客さんが見てても変なやつ来たって分かってるって言うの変なやつ来たなっちゃいますけどねここに来いって言われたけど一体何の用やろなお待たせ面白
直接的なセリフ、ワールドカップみたいなやる。藤原さん優勝ですよ。いざまだ来へんなーって状況がわかる。30分以上経つけどな。いいもお来た来た今日は怒ってやろう悲しそうな顔したピザ屋が現れてデビーもねだって演劇の脚本とか書くじゃん。いや一応お手伝いはさせていただいてますね。でもそうやって書くでしょ。そんな直接的に書かないでしょ。バッから書かないですね。もうなるべくセリフはその言わないようにと言いますか。へえ、だからダメなんですって。へえ、とリアリティがないとその入り込めないとかそこでも見るのやめちゃうし、うん、お笑いはそのなんでああなってたかって言ったらやっぱ3分尺とかだから尺が決まってるからああなってただけで、うん、最短距離で説明して笑いしろを増やすにはそこはもう言ってましたよ。 TV ショーに出るために進化してった形があれだった。もともとは違うやり方してたかもしれないですね。でも今ので周知心伝わったかどうかわからないけど。そうそう確かに。まああそこでまたなんかさらにいろいろセリフ足していかないと伝わらないと思うけど、うん、こうただただこう今喋りながら作ったりしても結構面白かった。はあ。全然違いました。テンションで本当にしこってた。しこってないです。しこってない。やっぱり。ねうんってなってないです。ね勝手に途中。いいんだよ、リアルにやらせて。全然笑ってない、全然笑ってない。何ちゅうの。いや、今ちょっと考えてた、